はい、どうも皆さん、こんにちは。ピオチチャンネル、ウェブ主のピオタです。さあ、今回も、レミリア1、追憶のピース、やっていきたいと思います。はい、まあ、今回もですね、いつも通り何個か言葉を、やっていこうかなと思いますけど、まあ、言葉に余裕はあるね。さて、まずは、家の中にある、家じゃねえわ、部屋の中にある何かを、やるんですけれども、なんだろう、ラジオぐらいしかねえぞ、もう入れてないのなんて。ラジオと、ラジオ、ラジオはどうしましょうか。ラジオはね、音楽も奏でるし、なんだろう、企業、いやー違うよね。ラジオは地名っぽいよな。これにしよう。ラジオ。確かに記憶の中にそんな言葉がある気がするわ。いやー、軽く今咳込みかけた。とりあえずね。お、よし、オッケーですね。じゃあ、どうしよっか、次。ラジオを打ったけど、その他に何もない。なんだろう、他に。パッドがあるけど、マウスパッド打ったっけ。ああ、決してね、あの、昨夜さんが身につけてるものではございません。パッドっていうのはね、あなたの体の一部にね、あるものですよ、パッド。確かに記憶の中にそんな言葉がある気がするんですか。マジでレミリアさん、マジか、マジですか。よしよし、思い出したみたい。助かるわ。助かっちゃった。ね。なんか知ってはいけないことを知った気がするわ。あとはなんだろう。羊羹があるわ。こっちの方の羊羹。食べる方。汚ねえな、部屋。なんだよ、ラジオと羊羹とマウスパッドが混在する部屋って。ねえ。プラス紙コップにパソコンですからね。もう何がやりてんだか。とりあえず OK です。羊羹ね。羊羹は建物なんだよな。どちらかというと。でも建物は感じ違うんだよな。羊羹は職業だよね。メイド、サラリーマン。会社員って言ってやるよ。サラリーマンってなんかかわいそうじゃん。あとメイドは食べ物だからね。レミリアさんの大好物に設定してますからね。あと一個くらい何かを設定しておきたいな。何にしようかな、しようかな。なんだろう、コンセント、コンセント、コンセントっていうのはどんな言葉だったかしら。ほんと忘れすぎだろ。これレミリア・スカーレットも忘れてたら笑うぞ。どうしようか。コンセントは評価でいっか。最高、クール、コンセント。みたいなね。そういえばそんな言葉を覚えていたような気もするわ。気のせいでしょう。思い出したんですか。よかったですね。とりあえず会話していきましょう。そういえば、この間近くにおしゃれなバーができてたのよ。ね。もう言葉を思い出させる云々の時じゃない時はね、この人すごい喋りますからね。おしゃれなバーなんて分かっちゃうんだからね。ちょうど夜で空いてたし、話の種に行ってみたの。はいはい。外観だけじゃなく、中もきちんとおしゃれで、こう、ムーディーな感じでね。店内にパソコンやトロフィーをインテリアとして置いておく斬新さもあった。あ、斬新。トロフィーはたまにありますけれども、パソコンをインテリアとして置く店はないよね。もう無駄じゃん。まあ、一応扱い的には植物だしな。とりあえずおすすめを聞いたら、ヘッドホンの休日っていうカクテルをおすすめされたわ。どちらかというと書籍だよね、もう完全に。もうカクテルじゃねえよ。なんか、マスター、おすすめをって言ったら、今、ヘッドホンの休日というものがおすすめで。つか、ヘッドホンって確か人名だろ、確か、これ。マジか。
レミリア・スカーレットの休日だとしてもそんなに合わねえぞ。なんでも蒸留酒に、扇風機と味噌汁を混ぜジンジャーエールで割ったものみたい。何混ぜてんだよ。ダメだよ、ダメだよ、割ってねえよ。割れたのは扇風機だよこれ。恐る恐る飲んだけどこれが意外に美味しくてね。そうですか、確かに舌が痺れるような感覚にはなったでしょうね。おつまみに頼んだ紙コップが進む進む。店内やマスターの雰囲気も良かったし、ドキドキ顔を出してみたいわね。そっかそっかそっか、もうおつまみに紙コップを出してくれた時点でね、そこは安全な店じゃねえ。あ、そういえば一つ昔話を思い出したわ。今度は何ですかね。今んとこシンデレラと桃太郎はね、思い出しましたけど、まあどれも違ってましたけど、一人ぼっちの野良犬っていうお話を。元ネタがなんだかわかんないな。もう元ネタで一人ぼっちの野良犬っていう話なのかな。主人公の野良犬たちは群れで暮らしていたんだけど、ある日一匹の野良犬が美味しそうなマットを見つけて道を外れている間に、美味しそうなマットっていう謎ワードね仲間の野良犬たちがそれに気づかずどんどん先に行ってしまったの。いやー違うよ、気づかないんじゃないんだよ。気づいたやつもいたんだよ多分。とうとうあいつの頭が狂っちまったか、悲しいがここでお別れだみたいな感じだよ。いきなりね、群れの中で生活してる一匹がラッキー、美味しそうなマットがあるぜみたいなこと言ってたら、あいつはもうダメだってなりますよね。うまそうなマットとかなんだよ。お腹いっぱいになってから一人になってしまった野良犬は慌ててみんなを探すけど、もうどこにもいないの。野良犬だから匂いでたどれないの。悲しみに暮れるものの、普段は集団でカバとかを飼って食べていたから、やっべえ犬。なんとかしないとご飯にすらありつけないことに気づいて、嘆いている場合じゃないと行動を起こすわ。一人で自立して土下座を行えるようになったり。そうか、自立して自立して土下座をするか。あれですよね、もう野良の誇りなんか捨て去って、どうか私に食べ物をお恵みくださいみたいな感じで犬が土下座するみたいな。こわ。水が苦手なのを克服してタラバガニを捕まえて食べたり。豪華だな、タラバガニ。結構なんか水深深いとこいるぞあれね。しかもタラバガニってね、あれらしいですよね、地域によって呼び方が変わるらしいですよね。あの別な呼び方として、あの松葉ガニとか、あの越前ガニとかね、そういう呼ばれ方をしたりするらしいですよねタラバガニ。落ちていた携帯ゲームを駆使して獲物を狩ることを覚えたわ。それゲームの中で獲物を狩ってるよね多分。リアルじゃないよね。ピコ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 やってて、おっしゃーみたいな、おっしゃーみたいなね、よっしゃ次 G 級行くぜみたいな、そんな感じでしょ。一狩り行こうぜでしょ絶対。何度か一人でも生きていけるようになった頃、懐かしい匂いを感じてその方向に進んでみると、なんとあの時はぐれた群れのみんながいたの。お互い再会を喜ぶけど、群れはそれどころではなくてね、主食にしていたカバの数が激減して、みんなほとんど何も食べられていなかったのよ。そっかー。しかしそこは一人で暮らしていた野良犬の技術と知恵が光るわ。タラバガニも食べられることを教えたり、他の動物を狩ることを教えたり。タラバガニは食えるよ、犬が食っていいか知らないけど。そうして一人ぼっちだった野良犬は次第にみんなに頼られるようになっていくわ。なるほどね、その経験を生かしてぼっちはリーダーになったと。ここからまだ2点3点あるんだけど、まああとは実際読んでみるといいわ。見てみたくなったわ。犬がいきなりマットを食い出して、はぐれた野良犬が試行錯誤しながら土下座をしてタラバガニを食う物語見たい割と狩りの仕方とかサバイバル感あって面白いわよ。そっか、見たいなこれ。最後1回くらい聞いてみましょう。あ、思い出した、この前うちでおにぎりパーティーをしたのよ。それぞれが自由におにぎりを作って、それをみんなで食べる感じね。はいはい、おにぎりなら私でも作れるから簡単で助かるわ。ほうほう、私は迷道具にしたら迷道おにぎりを作ったんだけど、おお反応に困るんだけど、迷道具にした迷道おにぎり、なんでしょう、エロいな。反応は微妙だったね、合うと思ったんだけど、なんでみんなマットおにぎりとか紙コップおにぎりを作ってた。ダメだこいつら、早く何とかしないとダメだよこいつら。
何メイドおにぎりでは飽き足れず、マットおにぎりと紙コップおにぎり、ダメだよ。オーソドックスとは程遠かったけど、なかなか美味しかった。食べづらいのもあったけど、全部ね、食いづらいと思うよ。うん、むしろ食ったらすげえよ。創作寿司ってあるけど、あるし、おにぎりでこういうことやるのも面白いわね。とりあえず食えるもん入れようよ。今度は館のみんなだけじゃなくて一般の陣容も来られるようにして盛大にやってみようかしら。呼ばない方がいいと思う。多分恥さらしになるよ。いきなり館の主人が、私が作ったメイドおにぎりですとか言いながらね、メイドさんをね、ただ米で巻いただけみたいな、もう、おうみたいな、ご自由にお持ち帰りください状態でよ、そんなの。まあ多分ね、4つ5つくらいはその場にいたら持って帰るけど。ということでね、ここまでのご視聴ありがとうございました。まあ、教えた言葉もね、かなり多くなって、現在67個。レミリアさんの中の混濁、記憶の混濁が激しくて、正しい知識自体がほぼほぼ存在してなくなりましたよね。もういいや。あ、うるさいうるさい。とりあえずね、正しい知識が、もうレミリアさんの中ではね、消え去ってます。今ちょっとうるさかったな、勘弁してください。カットめんどくさいです。とりあえずね、そんな感じで今回はここまでといたしましょう。もう、レミリアさん、元の生活には戻れないぜ、これは。ということで、ここまでのご視聴ありがとうございました。じゃあね。